信長の野望新生発売されたばかりですが、この動画ではですね、大田助政でプレイしてみようと思います。で、ちょっとやってみたんですけど、この信長の野望新生は小さい勢力だとクリアするの無理ね。今の仕様だと。で、私はお気に入りの武将が大田助政なので、一旦ちょっとやってみようと思います。で、まあちょっと愚痴りながらというところでですね、はい、終わり統一で、このシナリオには私のお気に入り大田助政が、はい、大田助政がいます。大田助政でやるぞ。おっと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 、チュートリアルなしで、なしにしようか。チュートリアルどこだっけ？チュートリアルなし。で、難易度は、もう無理ゲーだなって私は思ってるので、上級じゃなくて中級でやります。で、中級でも即命令をします。では、まあ、ベストを尽くしてやってみましょうか。やってみましょうか。はい。はい。我が破壊の音が乱世に通ずるか。はい。で、まあ、ちょっともろもろは飛ばしてですね。はい。飛ばしちゃう。はい、村上義家のイベントですね。はい。で、大田助政、どんな状態かというと、武将が、大田助政自身ともう一人、宮城正成さん、この二人ですね。で、前作の大使では、大田助政でクリア、それなりにまあまあ、頑張りはできたんですけど、このゲームでは無理だなというのを感じています。ちょっと、とりあえずやってみますね。で、まずは内政ということで、軍開発では何はなくともお金がないというところなので、位置をちょっとガンガンやっていきましょう。やっていきましょう。うん。はい。はい。はい。で、あと、宮城さんを、理官に任命しましたね。氷川。この氷川っていうのはあれですね。今の、埼玉県さいたま市、大宮区のあたりですね。氷川神社って神社が今もありますね。はい。感謝いたすぞ。はい。じゃあ、宮城さんを任命してですね。で、とにかく今、大田家の隣はもう、工場がでかくて、でも近くの大名をガンガン吸収しなきゃいけないので、この隣の成田家ですね、忍城をちょっと攻めちゃおうと思います。で、で、今回の申請では、よっ。次なる手はいかに？おっと。これの、軍事で攻略目標を選ぶと、なかなか、はい、攻略目標を選んで攻め入ると、ちょっと強くなるんですね。なので、攻略目標を推し上ということで、やってみようと思います。これこっち通るのか。まあいいか。ほい。心はよし。押し攻めの時が来た。はい。で、じゃあ時間進めましょう。朝。
軍備、残り30、29、28、27、26を2ヶ月たもうすぐ2ヶ月経つわけですが、さあさあ、おっと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 、ちょっと待って。今、初任待ちが4つできましたね、さっきの。はい、1か。じゃあ次はちょっと農村行きましょう。農村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 。はい。で、じゃあまた時間を進めてですね。はい。これで。はい。準備完了。じゃあ行きましょうか。はい。で、これ城攻めするときにいくつかの部隊に分けた方がいろいろいいのでですね。ちょっと3部隊出そうと思います。次はどのように。宮城さんと出陣じゃ。いかがしましょう。もう一人。これモブ武将でも出陣できるんですよね。この3部隊で行こうと思います。じゃあ行こう。これで地上を落とせるか。あたあたさあ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 。ということで、すぐさま、北条が来てしまうと。で、これも兵ゼロなので、もう戻るしかないですね。これで、戻ってですね。策の仕掛けどころぞ。はい。大田康介大。大田竹正の親族ですが。はい。まあまあ、行きましょう。でも、これでだけでも全員、こっちからも来る。制圧中。あっちからも来る。よ、ガンガン来る。そういう感じで、こういう感じで、こういう感じで、はい、確認しましょう。はい。はい。ああ、でも、5200歳、1200でしょ？で、これで、なんとか、軒口取れればいいんだけど、まあ、策を浪するまでもなく勝ってみせましょう。地の利を得る。次はどのように。いざ進め。もうね、もうどうにもならんのですよ、これで。よっ。いやいや、宮城さんは、こっち守ってて。軒口を守らんかな。でも、これ、かかり、宮城さんに一番やり。だけど、よくね？なんとか、いけるか。人強力でなんとかなるかなって思って行ってみてもですね、
軍隊、軍隊。敵を蹴散らすぞ。もうジンなんて気にしてらんない。これで宮城さんが頑張ってる。ああ、戻ってきた。ああ、宮城さん失敗。という感じで、はいはい、競技、なんとか競技していただきたいですが、競技になれり、ああ、奇才軍隊、奇才軍隊退却。こういう感じでですね、もう釘下げておしまいと。はい、おいう、これでもう出せる日いないので、これでもうあとは制圧されて終わりっていう。制圧されたらそこの兵もいなくなっちゃうので、兵の回復も、これ兵の回復がおよ48とかなので、これでもう終わりと。一瞬で陥落。その野望もこれまでです。ということで、はい、はい、という感じで、もう動いたら一瞬で北条に攻められちゃうんですよね。なので、大助けますって生き残るとしたら。残るとしたらですね、もうやることは一つなんですよ。はい、ちょっと、いろいろはスキップ。はい、まあ、まずはですね、さっきと同様に位置を作り、で財官を任命し、市場を攻めたいんですけど、攻めた途端にもう北条が来るので、もうこれはもうですね、初手従属しかないんですよ。真珠依存はない。で、じゃあ北条の援軍でどっか攻められるかというと、援軍頼むには、なんだっけ、
信用が40必要で、40貯めなきゃいけないですね。で、神前。神前やっても月に4しか上がらない。で、お金も減る。始めようぞ。まあ、これでやるしかない。という感じですね。で、まあ、とりあえず、援軍、頼めるまで待ちましょうか。ゴリゴリと軍を開発し。人をよろしいか。うん、申請してくれる、ありがたい。で、これで、しばらく待たなきゃいけないですね。で、軍の開発を今一生懸命やっている。一生懸命やっている。外交も一生懸命やっている。ここね。ここ一生懸命やってる。はい。で、位置ができた。で、神殿でかなりお金を食うので位置を最優先でやりますかね。はい、これでも月マイナスというかきついな。これでで、成田家は武将3人、結城は武将8人なので、できれば結城を落としたいんですよね。12、まだまだ先。軍開発終わり。お金がない。じゃあ足立文字で。労力あと2だけど金銭が82しかないので表情からちょっとだけ米売って売れて去ってと記載の農村を鍛えましょう。農村。これで、まだ16。信用40まではあと6ヶ月。まだまだ時間かかりますね。宇都宮とは吸収できればいいんだけど、もうね、とにかく難しいんですよ。軍開発が進んでいるが、金が100しかない。金が100しかない。でも開発したいので、これはやはりお金を、米を売るしかないですね。
売却。金銭400欲しいから、これだけ売る。農村つく、うん、農村つくしかない。農村作る、農村作る、農村作る。農村がヘッド直結してるんでね、これやんないといけないですね。これで信用、信用率まだ24、あと4ヶ月か。4ヶ月このまま待たないといけない。こちらいろいろ動いているというのに。ちょっと待って。お市場行く人いたね、今。お市場行く人いたね。お市場は、うちが取りたいんだよ。北条氏康。氏康さんがお市場に行こうとしている。しかしこっちはお市場が欲しい。だからまあここからしょうがねえから出陣すか。よおーかな。こうだな。はい。で次はどのように出陣。市場こうだね。皆の者ついてまいる。あ、もう米がないのか。これ売ったもんね。米がちょっと待って。今食用量ゼロ、食用量もゼロじゃん。ダメ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 。じゃあ次なる手はいかに。無理無理。城へと引き返します。こういう感じでもはやどうにもならん。城は譲るしかない。まあで労力たまったけど、米を売りたいけど米を売ったらもはや出撃できない。で米売っても実は大したお金にならないんだよね。694で690ってお金276にしかならない。米の売り買いが、売り買いの、この、価格差がむちゃくちゃでかいんで、これもどうにもならない。動けない。すごい積んでる感がある。で、自分も行かれるでしょう。いくつ36、あともうちょいだ。次の月には依頼ができるが、これでと
40になったら援軍援護させる状態ではない。じゃあちょっと待つしかないわ。でさあ、これで周り制圧されるじゃん、自分は動けないじゃん。ルカゴ将、自分は動けないじゃん。出た、落ちて、落ちてどっか行ったんだ。ということは、これで将、北条に援軍。ああ、ここにはいない。あとみ、ここ取ってもダメだよな。こういう感じでなかなかうまくいかないなと。でしょうがねえから、位置を開発してなんとかお金を補う。で頑張る。時間が経てば援軍呼べるようになったりしないかな。あ、来た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 、これはいけそう、いけそう。進めよ。はい。で、もう本当に北条頼みなので、神前、うん、大丈夫ね。はい、という感じでひたすらやっていくと。金が貯まったのですかさず位置を開発。ああ、位置を開発できない。じゃあ、農業開発。で、城を奪います。雪城、頑張って攻めてくれ。頑張って頑張って。腰ビオロを持つかな、これ。うん、いけそういけそう。これでなんとか。よしよしよし。うん、来なかった。戦が始まるぞ。勇気は忘れぬぞ。取れそう。城を制してみせる。よしよしよし。これで雇用。はい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 。で、まあ、人が入ったので、まあ、代官を任命しましょう。組頭の人から。強烈至極に存ずる。
組頭の人を出世してもらわないといけないので、感謝いたす。で、ありがたき幸せ。で、あと雪正勝に召し合う。ちょうどお任せ。でもう稚魚もやっちゃおうっていう感じ。まあこれでこうやってやれるのはいいんだけど、感謝いたすぞ。優秀な人、これでとりあえずできることはやった感じ。まだ何もできない。でまあ取ったけど、攻め取ったけど、雪城も兵232人しかいないので、お金も全然ないし、なんかやってんのか。誰かの掌握中。パワーをやるか。うん、壁は誰かの掌握中。足立やってないから、じゃあ農村作ろう。これでまたお金なし。で進める。あ、このパターンだといけんのかな。また戻ると、でまた外交が9ヶ月後。24だから、あと4ヶ月後になったらまた援軍頼める。っていう感じで、もうひたすら北条の援軍頼みなんですよね。もう本当にとにかくひたすら。お金ができたぞい。ここに、あ、お金が足りない。もうとにかくお金が足りない。これ、米売るか。米売ってでも。でもなぁ、豊作だもんなぁ。やめよう。我慢。あせら、大助政の外交だの。あと1ヶ月。あと1ヶ月でしたら宇都宮に行けるかな。あー、攻めちゃった。あー、
里見に行っちゃった。で、まあ里見に行くのは、北条が里見に行くのはいいんだけど、そっちに行かれると、援軍頼めなくなっちゃうんですよね。あ、行ける？でも、兵2700でしょう。小田城だったらいけるか。まあ、という感じに悩む感じになるんですよね。小田城絶対佐竹来るしな。普通の刃つけるか。ぶつけよう。依存はない。はい、じゃあこれで黄緑の数字の兵が援軍ですね。ちゃんと進展できてるかな。できてる、できてる。神殿はやり続けなきゃいけない。で、野戦闘を陣を構えよ。これまでか。下がる。これは、あ、でもいけそう、いけそうか。今制圧中。らしい、頑張れ。城攻めを始めよう。レスターいける？多分無理だよね。スクラッチなしとはいえ。自分の兵5詰めを出すか。次なる手はいかに。ふん、城攻めですか。一応古書ビュールを120日いけるか。まあ行くしかないもんな。触れてはならぬ。勇気城からも出せるけど当てにならんからな。よしよしよし。あ、なんかね、何しよう。祈祷よろしいか。祈祷よろしいか。思ってたよりうまくいってる。私の経験では初手押し城を落として、初手侵入して押し城を落として、そこから何とかしようと思ったんだけど、それがうまくいかなかったんですよね。で、これまで宇都宮を落とせたパターンがなかったので、思っていたよりもうまくいっている。で、じゃあ、上司任命。皆さん。感謝いたす。で、もう稚魚もガンガン上げちゃう。ガンガン開発してる。ありがたき幸せ。感謝いたす。やればなんとかなるのか。なんとかなるのか。侵入すればなんとかなるのか。
これで、で、大官任命で、今入った人たちを、になってよ出世してもらいましょう。でそうなるとで花見の北条の信用は今16、次は6ヶ月後か。でもここから先はこれ佐竹と那須と小田は同盟なんだよね。うん、で田村も同盟なんだよね。ああ佐野が今佐野が今北条と同盟が解けて停戦になってて、まあ無理だな。停戦が解けた瞬間に北条に援軍をお願いして佐野に攻め込んでもらうっていうのもでき、信用があればできるんだけど、今の状態では信用を貯まるのが遅すぎますね。勢力情報。外交3の2ヶ月、2ヶ月しかないので、お嬢との親善。ああ、結城正勝だったら5は上がったのか。まあまあまあ、しょうがない。これはしょうがない。という感じで、まあなかなか難しいよ。はあと耐久がすごいでかいんだよね。だからこう岩槻城の兵でいけるかっつったらいけないので、やっぱつらいんですよね。一生懸命城が里見に攻め入ってる。でこれでまた里見に対して攻め、援軍をお願いして攻め込んで里見の武将を吸収できれば、それはそれでいいシナリオなんだけど、首都をよろしいか。はい、首都をよろしいか。はい、しばらく見ない間に軍開発、で、アニム、編成収入増やしましょう。はい。またいた。クルリ城だな。28か。かなり辛いな。これ最後、立山が残って、立山でごっつぁんできればね、その先のものはあるんだけど、まあでもね、こういう感じで、もうとにかく、援軍でやっていくしかないんですよね。これ楽しいかっていうと、なかなかそうは言えないところがあるなぁという感じですね。吉田頑張ってるな。まあまあまあ
お、ん？畑と織田が戦ってるの？あ、これは岩月から行けそうな気がする。上以上しか入る。いいね。今、あ、止め切れたんだ。なるほど。だったら、ここの戦いが終わった瞬間に岩月から行けばいいか。これはいいね。で、こっちも、くるりが落ちた瞬間に、立山に援軍、依頼できるといいんだけど、まあ、どうなるかですね。お、遊女になってる。どうなるくるり、どうなる。ああ、これは北条一旦撤退だな。うん、お、え、また内政で軍開発、神楽で、はい。壁も、あ、鳥で作っちゃったんか。あ、お金がない。お金がない。出し方なし。ごっつぁんしたいな。じゃねえや。さてもごっつぁんしたいな。兵力は確保できない。無理か。もうちょっと ちまちまやっていくしかないんだよね。ちまちま、うん、兵力なし。いけないっすか。ラジオいけそうな気がするぞい。おラジオちょっと行きますか。策の仕掛けどころぞ。策の仕掛けどころぞ。威力は足らない。
大丈夫。城攻めは良き策か。あ、こうしたの。これと。遅れてはならぬ。おげち。城攻めと行くぞ。おお。ああ、そっか、タコさん一番位が低いのか。あの城をいただきに行こうか。これで。みんな、ついてまいれ。竜騎城からも出しちゃう。お指図願いますか。早々に掌握します。で。次はどのように市中に収めまする。あ、君出陣じゃ。どうかしてしまう。はい、これをやり、もうこっちのダメか。で、どういう感じになるか。着陣したぞ。みんな、戦に備え。目を賜りたく。これ自分の歌じゃないから指揮できないのか。なるほど、そうか。じゃあこっちで伺う。無理。シチビアだな。まあ、これは勝てそう。ここに歩みを進めよ。
か大助けもクリア不可って思ったけど、そんなことなかったのかな、いけるのかな。これは意外といけるかも。弱いな。意外といけるかもしれないぞい。どうしても攻撃したいみたい。あ、逃げた逃げた。オッケーオッケー。で、そしたらこうだね。いざ敵の退路を閉ざす。こんな感じにして、次なる手はいかに。竹口野口陣にいる人弱いよ、大丈夫。来い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 、さあ来い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 、おいで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 、よし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 、手はいかに、よし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 、よい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 、兵来、力を震え、共に勝ちをつかみ取らん、歩
あ、もう。こっち。敵が退路を塞ぐ。歩みを進める。え。よしよし。お指図願えますか。敵の軒口を封じる。目を賜り。敵の軒口を封じる。なんかいけるかも。策の仕掛けどこ、多分全部させる方がいいんだろうから攻撃。意外といけそうだな。よし。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。こっちの兵減らないんだろうか。減ってる様子がないな。いいのに。大撃破、とりあえず撃破した。はいはい、わっ、よしよし。和田さん言うのもで、じゃあ一人入ったからまた、ああまあいいや。で制圧を進め、あと相変わらずこの地援軍要請。あ、構わぬ、進めよ。飲ます。生意気にも兵1万が来ている。落ち着きた。第2班の任命はできない。もういいか。行くさぞ。準備を万端整えよ。真壁さん。策の仕掛けどころぞ。
お指図願います。お指図を頂戴したく。いざ入館。一番やりで減ってほしくないんだけど、ご命令は行く。敵を退けるぞ。お指図願います。いざ進まん。狙っている。お指図を頂戴したく。お指図をやりやったから一緒。我らの力を今こそ見せる時ぞ。お命令を。敵を攻め立て。一応衝撃にはなった。次なる手はいかに。敵に手を当てます。敵を蹴散らさん。おばさんは我々の軍略、今ここで使うべきものよ。意外といけるかも。このパターンだったらいけるんだ。一手心中で勇気を何とか吸収すればいけるんだね、多分ね。いや、よく言ってくれてる。これもいけるな。また来てんのかよ。城を奪います。もうまた大丈夫。うまいこといけるかな。城を攻め落としました。攻め落とした。泡をくらてやるわい。使えてみるも良いか。オーダーズ宇治原さん。えば、じゃあ治療を小田城に感謝いたすぞ。藤助
とか。ありがたき幸せ。で、じゃあこの佐竹義明を城が囲まれておるぞ。で、合戦。道へと導かん。19では何もできんの。ひたすら攻撃するしかない、ね。まだ行っちゃいけなかったか。こっちに行く。なるほど。ご命令は行く。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。お指図願えますか。いざ進む。次なる手はいかに。こう進めるぞ。え、進軍を始める。次なる手はいかに。こう進めるぞ。かな。向こうが壊滅してくれればいいんだけど。でも2100あるからな。
はい、鈴木正勝隊は共に勝ちを掴み取らん。まい、はい、ちょっと悩むな。くれるんだ。へえ。目を賜り。攻め立てよう。はい、重なって攻撃できるのこれ。できるっぽいな。よしよし、これは生きる。我が武力を持って完全の敵を打ち払う。よしよし、うちにあるんだ。それあるんだろうけど。よしよし。どうなる？1秒6。量的にはまだ生きる。まだ生きる。普通上いけんじゃねえ。次なる手はいかに。無理か。強度が持つか問題と、あ、これ無理だな。策の仕掛けどころぞ。内成分開発、なんだっけ、うん、ああお金がない。うん、これはいけそう。
これはいけそう。我慢比べなら負けまず。これは買ってくれそう。いかにめ。足軽大将になった人は。バタさんもよいしょ。運に来ます。今日でおたちょうのお有能派がさん。ありがたき幸せ。地行でおたちおのマナペを足利さん。で、ちなみに城内所属なんだっけ、人事分担政策か、会社直下方針コマンドは実行できない。そうするとやることがいっぱいあるぞ。どっちだ。おお、宇治は強いな、さすがに。ほよ。陣を構えよ。戦の始まるぞ。出直してまいれ。しよし。城を制してみせ。よっしゃー。
業で誰に任せる？あば。あんまり優秀な人をやっちゃうと。適当な人を。任務したいんだけどできない。なんか思ったよりうまくいってる。少年の町作りたいけどお金がない。池の屋さん、貴殿にわしを忘れます。しがる大将つげなやさんにする。サラミのパガさんを侍大将さんにする。ありがたいの。あたちのこれは誰、和田秋田はまだ組頭、フィニックス小田さんも組頭なので、あと事業を前か見ましたか。とりあえず一通りはやったかな。おお、いった。ここで今32か、また2ヶ月後。伊達が行った後に烏山を掘ったんかな。考えがあります。喜んでかかりましょうぞ。畑が取った後に流れ込めばいいか。
そうか。そうであれば、表情を。制作、制御開始に、ああ。できない。ん？勝利以上かいねえのか。いけるか。ゲスト。いかがしましょう。かの地を制す。血を制すは我らよ。ついてまいれ。ご命令はいかに。かの血を落とす。みな、ついてまいれ。出て。バイバイはつきだね。策の仕掛けどころぞ。うん、城攻めですか。出陣いたします。ご命令とあらば。城を奪えば有利になろう。行くぞ。みな、ついてまいれ。海外行った。いかがしましょう。城を攻める。城を落とすぞ。続け。簡単に行けるか。いけそう。いけるいける。56じゃん。援軍。
これでもうすぐ行ってもらった方がいい。やりきってみせまする。行くさぞ。準備を万端整えよ。そこさん寿命か、もう。戦となるぞ。布陣を始めよ。こっち来んの？引くしか手はないか。皆、城攻めを始めなさい。城を攻め落としました。敵将絡め取って貴殿にわしを忘れます。なんかすっげー普通に普通にやっちゃってんな。即滅亡すると思ってたから。そのまま入ってもらおうか。よし、たが。はい。皆さん入ってもらおう。ありがたき幸せ。よー。第1巻やってんだ。第1巻か、第1巻か。じゃあもう全員みんなこっちに来てもらって。ありがたいの。ありがたき幸せ。こっちに来てもらって。誰かみんないなくなっちゃったから。ありがたき幸せ。絵の体感。恩に来ます。愛の体感。ありがたき幸せ。形の体感。恩に来ます。和の体感。よしよし。これで、ここ包囲してもらっている。これも多分落ちるな、すぐ。ああ、こっちに来るのか。だろうな、たぶん。行くさぞ。準備を万端整えよ。
聞き下され、お任せ下され。お嬢様、おい、援軍要請してるからダメ。オフか。これはどうにもならん。宇都宮に来てるんだ。第一陣は。これは、うすまさかげは、切るな、たぶん。竜騎城から出すか。感じかな。おっ、いや、わしに従え。はは。遅れてはならぬぞ。引くしか手はないか。やりましたぞ。ではないか。え、お嬢様、防衛。構わぬ、進めよ。よしよし。何言ってる？結構出てる、結構出てる。よしよし。皆の者、騎乗するぞ。兵どもよ、陣を構えよ。勝手に進んだんだ。米問屋、お金がない。やりきってみせます。
心切れで勝った感じか。ここまで来るとね、いかがしましょう。かの地を制す。我に続け。ご命令を下され。みな、騎乗するぞ。ご命令を下され、かの地を制す。かの地を落とす。みな、ついてまいれ。ここにかの地を落とす。作業が出陣いたす。いかがしましょう。かの地を我らが手に。ここにねじ伏せてくれる。ちなみに今神前はプラ4か。対象になった。ありがたき幸せ。はい。感謝いたす。形。
これで士気を上げられるのは、マッカフィー、ありがたき幸せ、オタバが、ありがたき幸せ、それにしても、まあでもこの辺りで積んだ感あるよね。この辺りでね、そろそろ。これでさ、これでさ、今どんな状況かっつうと、もう伊達がむちゃくちゃでかくなってて、北条も当然むちゃくちゃでかいし、こっから、オタが何かできるかっつったらできないと思うんだよね。敵勢退けたり。引くしか手はないか。野戦となる、陣を構えよ。敵兵我が手にてついえたり。この辺りでもう太田の喜んでかかりましょうぞ。太田としてはもうできることがなくなってしまうというか、戦が始まる、備えよ。もうできることがないんだよね。不覚だな、退くしかあるまい。これまでか。下がる。我が武を示す時が来た。那須さんが勝手に工場が物量で行くだけだもんなという取ったはいいけど、もはや できることがない感が、あるね。ちょっと切ったらもうそれでその時点で終わりだしな。
戦は4、5、実質4乗で岩崎から一転しなきゃいけないしっていうね。だってこんなでかくなったら手つけらんないし、まあみたいな感じで。これ以上はもはや依存はない。どうぞお任せあれ。引くしか手はないか。起案がござる。やり抜いてみせまする。ここまでか。引け。城攻めを始めなさい。これ以上は戦えぬか。これまでか。下がる。進軍してこれからな。やりきってみせます。
考えがあります。任されましたぞ。やりきってみせます。将以上がいない。誰だろうな。ああ、今こそ里見か。いかにみんななってるね。はい、もはや吸収できる場所はない。上空から援軍もらっても、潜るしかできない。貴殿にわしを扱えます。じゃあ代官から。敵の城を奪ってくれる。
これは取れるかな。いい数来たな。采配できないんだよね。引くことになるとはの。ええよ、声を上げよ。行くさぞ。っていう感じでさ、もうどうにもならないんだよね、この物量。まあちょっと最後までやりますか。この後ですね。この後ですね。もう。まあ、連兵ちょっとだけか。この後ね、もう太田は、実は。お任せあれ。この後太田は実は、壊滅する運命なんですよね。まあ、最後までやりましょう。任命できる人いる？あ、うん、オッケーオッケー。まあちょっと最後悪ガキしますかね。あ、何もできない。神殿、うん、よっ、連兵増築しよう。まあちょっと一応王子職人をぶつけて。
の前に敵はなし。屈辱忘れぬぞ。およ。起きやんなぞ。生きるか。不覚を取ったわ。脱皮症連兵連兵やり抜いてみせまする。行きますか。あった。おねんだよ。素晴らしい。で終わりで何かが起こったけどもスキップして、はい、からだよね。承知つかまつった。まあ労力がねえし、趣味待ちレベル上がるか。任されましたぞ。でここまでうまくいってもだよ。ここまでうまくいっても。でこの後だね。一応セーブしよう。ここまで来てもここで終われるんだよね。大助けますわ。もしかして、したかな？ああ、これこれ、北条征伐。村上義久、あ、村上義久がいなくなった。ということは生き残った。ここで北条征伐が起こって
長尾との同盟になって北条と手切れになるんだよね、イベントでは。あーでもそれが起こらなかった。まあでもここから伊達に対抗できる気しないしな。というところで一旦セーブして、まあ